この南三陸で見つかる化石をですね、活用した事例の紹介と地域資源をですね、教育観光に生かすためにですね、第2部の方はお話しさせていただきたいと思います。第2部の流れはですね、ホッケスとは、2番目がですね、町内における化石資源を活用した事例紹介、で3番目、南三陸町の観光業で、最後にですね、地域資源を教育観光に生かすために、どんなことが必要かというのをですね、我々ホッケス考えてきましたので、ぜひ皆さん、聞いていただければと思います。まずホッケスとは、南三陸をですね、化石で盛り上げる会ホッケスについて、お話しさせていただきます。南三陸町のですね、化石をはじめとする地域資源を掘り起こし、観光と教育の側面から、地域の活性化に寄与することを目的に立ち上げました。このホッケスですけども、方言です。掘り返すをですね、かっこよくアルファベットにしました。活動内容ですね、まずは、町内のですね、児童に向けた化石発掘体験、これはですね、町内の、地区子ども会だったりですね、あとは小学校の方の、校外授業の方で地元の子ども向けに開催しております。でそれから、地域資源普及啓蒙のためにですね、今日ですね、まさに開催してますシンポジウムですね、あとは観光向けのワークショップ、グリーンツーリズム、ブルーツーリズムといった体験、その他ですね、目的に達成に必要な活動を行います。でメンバーはですね、さまざまな分野の、若手と呼ばれる、世代ですね、集まりました。で今日、来ていただいている皆様にはですね、大変お世話になっているメンバーだと思いますので、名前はですね、省略します。それから2番目、町内における化石資源などを活用した事例紹介させていただきます。観光としてですね、この化石の発掘ツアーを企画しました。左側の方ご存知かと思います。はい、次はですね、化石発掘体験の様子、このようにですね、子どもたちがですね、化石を拾い探します。これはですね、地区子ども会の、子どもたちですね。これもですね、観光の、観光事業の方で、県内各地からですね、訪れた子どもたち親子のですね、発掘体験です。で、サンドイッチマンです。南三陸大好きなサンドイッチマンも来てます。で、去年ですね、実は神木雄之介さんがやってきました。その時の映像です。それから、楽天のですね、銀次選手などですね、活躍する楽天の選手来まして、化石発掘していきました。はい、このようにですね、今メディアの方でも注目されてまして、で2022年5月から12月までですね、体験料金2300円しまして、約1100人のですね、お客さん来てます。で、今コロナ禍ですので人数制限も設けながら、募集の方もですね、主に県内向けにしているんですけれども、割合はですね、このように、仙台が多いです。でそれから、気仙沼、石巻、登米市などからも多く親子もですね、訪れてます。で、人数制限しているものですから、30人から40名ぐらい募集するんですけれども、2日で予約はですね、もう埋まってしまいます。で、主な参加者はですね、親子です。で、この南三陸町でですね、発掘体験ができる強みというのはですね、この南三陸町自体が、化石の宝庫、先ほど中島先生からのお話があったようにですね、もうとんでもない貴重な化石が見つかります。それから、南三陸はですね、地権者の理解が得られている、体験する場所があるんです。それから、化石に関して理解ある地域の住民がいるんです。で、上記の理由からですね、県内の他地域では
対応できていないです。なので宮城県唯一の化石の発掘体験ができるというのがこの南三陸町です。それからですね、専門家の先生方、それから学生さん方とですね、一緒にこの南三陸の化石を発掘したい、研究に協力するといった形もこの南三陸町はできております。でこの発掘体験終了後ですね、参加者の動き動向を見てますと、残念ながらですね、町外へ気仙沼などでですね移動する、で移動してお買い物お土産を購入するっていうのが非常に多かったです。で町内でですね、こういったお店ありますっていう店舗の紹介もするんですけれども、なかなかですね移動をしてしまうっていうのがですねちょっともったいないなという、そういった印象を受けておりました。で、南三陸町の観光業です。総合計画にはですね、28年度から令和7年度まで計画的にですね、南三陸町の第二次総合計画あるんですけれども、この交流人口の拡大というのがですね重要な場所に位置づけられていると思っています。で観光客の入り込み数の推移なんですけれども、震災前をですね上回りまして、多くのお客さんがですね訪れるようになりました。三山商店街もですね、コロナ禍によって年々ここ数年はですねちょっと下がってはいますが、これだけ来る県内でも、こういった施設少ないと思います。で、三浦袖浜の方もですね、オープンしまして、南三陸がですねもう本当に楽しめる場所という印象は、強く出ていると思います。それから神割崎キャンプ場もですね、震災前と比較してももう比べ物にならないほど、観光客が訪れるようになってます。タツガネさんもですね、年々増えてはいます。で、全体の推移見ていますと、三山商店街や浜荒れ2つの設置後ですね、観光拠点の整備を進めて以降、震災以前よりも町に訪れる観光客は増えてます。新型コロナウイルスの感染拡大、近隣自治体のですね観光拠点の整備などにより南三陸町全体の観光客入り数は年々苦戦しているという印象です。はい、はい、特にですねこの御嶽堂、立地もいいので年々増えてます。この南三陸町全体の観光業を考えた場合ですね、今後国内、宮城県内における観光客の誘致の競争激化が想定されます。南三陸町全体で今よりさらに多くの観光客を受け入れるための機運、環境整備、人材育成が必要と感じています。南三陸町全体がですね、観光と教育で盛り上がる環境を作っていこうというふうに感じております。はい、で第4なんですけども、地域資源を教育と観光に生かすためにということで、私の方から少しだけお話しさせていただく、ちょっと脱線したお話になるんですけども、先日ですね、宇多津中学校の1年生の総合学習に、声掛け、ホッケスメンバー声掛けいただきまして、参加してきました。で、経緯としてはですね、総合学習のテーマ、宇多津地区をさらに活気づかせるためのプロジェクトを考え、提案し行動しなさいっていう、総合学習の中で、実際生徒の皆さんがですね行ったこととしては、すぐ近くの浜荒れ宇多津、あと三山商店街に足を運んで、お店の方へのヒアリングであったり、あとは直接見て自分たちが感じたことをまずまとめられました。でその後にですね、イエス工房、地域支援を生かしたものづくり工房の見学来てくださいまして、で自分たちが何ができるかを考えました。
で、最初はですね、オクトパス君とかもそういうタマのキャラクターの引っ張られすぎたんですけども、うたつの本当にすごいいいとこって何なんだろうっていうのを本当に生徒の皆さんが自分たちでアイデア出しをしまして、でその中で、具体的にすごいいいアイデアがたくさん出てきました。でこれ一例としてお話しするんですけど、これ分かりますかね、お菓子なんですけども層に地層になっているものでして、歴とか、まあ、学校の授業で習ったものを お話ししてて、町の地層をお菓子で、表現した、まあ、ケーキですね。でこれも生徒の皆さんがアイデアを出し合って形にしておりました。あとはですね、まあ、ちょっと違うお話なんですけども、魚の釣りツアーですね。自分たちで釣った魚を、まあ、民宿とか、まあ、宿泊施設でさばいていただいて、それを食すっていうツアー、こういうのもいろいろ考えていました。でですね、こちらが総合学習発表会の様子です。でホッケスメンバーがご予約をいただき、先日伺ってきました。でその際に感じたことなんですけども、採算ベースまでしっかり考えられたアイデアであれば、実現できる可能性があるなっていうのがありまして、で、まあ、地域の子どもたちのアイデア、まあ、これを地域の大人が形にしていく、まあ、サポートできる環境を作っていくことは、まあ、町全体で考えた時、とても重要なことだなと感じました。で、我々ホッケスからご提案したいことですね。まず宇多津地区、南三陸町宇多津地区の環境整備、町内でですね観光客を取り合うということではなくて、今の倍受け入れるために、今ある浜荒宇多津などを含めた宇多津地区の活用整備ですね。人が訪れるには強い動機が必要です。食、体験、景観など、この南三陸町はですね、国内でも有数の化石の産地でもあり、宇多津地区の化石はですね、人が訪れるだけの強い動機になり得る可能性を秘めております。ただ、今の化石資源の利活用にですね、限界を感じております。化石の発掘体験しているんですけれども、他に対応できる人材がまず少ないです。で個人でですね発信するにはあまりに貴重すぎる資源なんですね。で世界的に貴重な発見が相次いでもう、私個人の手には負えないと感じてます。で収蔵庫に眠る貴重な化石がですねありまして、非常にもったいないと思ってます。おととし収蔵庫の化石をですね、福井県の化石のイベントがあったんですけれども、そちらにですね貸し出したという事例もあります。で、天然記念物として保護することも大事なんですけれども、地域の人々の記憶に非常に薄いなと感じてます。で展示や体験等観光事業で多くの人々の記憶に残すことが一番の保護であると感じました。地域全体で盛り上がる環境設備がですね、そのためにはちょっと弱いなというふうに感じてます。でそのため、拠点がこれは必要だなと感じております。飲食、宿泊業など含めた観光に関わる全ての人にとって得になる環境を作りたい。それから、一次産業のプレイヤーの活躍する環境を作りたい。子どもたちのアイデアが形になる環境を作りたい。展開のイメージですけれども、この南三陸町ですね、周遊できる程よい距離感、それから山と海のプレイヤー、全ての産業がですね、こう関わってもう盛り込んでメリットがある南三陸だからこそできる拠点というのがですね、必要だなと思います。で異なる、コンセプトの観光拠点を整備することで、さらに南三陸町に訪れる観光客を増やすというイメージです。で化石というですね、国内有数県内随一の、資源がある宇多津地区、
その資源を活用して南三陸町で拾いきれていない顧客を獲得したいと思ってます。ターゲットになり得る観光客の属性はですね、親子です。化石の発掘体験ツアーを行っていて感じているんですけれども、もうほとんど親子です。でやっぱり子供がですね好きっていうのも非常に多いと感じてるんですけれども、子供がですねあまり興味を持ってなくてもこれは勉強になるというふうに、親御さんがですね思うんでしょうね。で、無理やりでも子供を参加させるという親子も見てます。で化石と昆虫のイベントも開催しましたが、2022年はですね1万人親子連れが訪れています。で昨年が、おととしですね、おととし2021年が6000人来てますので、この化石のイベントで、ね、合計1万6000人がですねこの展示を見に来ております。でその他ですね、漁業体験、実はですね私漁業を行う漁師なんです。で漁業体験も行ってまして、こちらでも子どもがですね1500人訪れております。で拠点のイメージなんですけれども、さまざまな産業のプレイヤーも揃ってます。で子どもがですね目を引く、化石っていうのがあります。それから今南三陸ですごく、南三陸で注目されているなと感じるのがこの木育ですね。でこういった観光だけでなく教育の面も南三陸は非常に素晴らしく、それからですね、先ほど地元の子どもたちのアイデアがですね非常にこう地域の資源をですね理解しているなというふうに感じましたので、そういった、アイデア、それからこの、地域のですねプレイヤーが、生産している売店コーナーなどを盛り込んでいくと非常に良い施設が、拠点ができていくんじゃないかなというふうに思ってます。で拠点のイメージなんですけれども、先ほどの化石の、展示体験でですね、親御さんがですね子供に学ばせたいというふうに印象を受けてるんですけれども、まさに化石の先ほどのですね中島先生に、お話ししていただいたような、化石の勉強、それからこのように木育でですね学ぶというこの組み合わせはもう南三陸ならではで最強なんじゃないかというふうに感じてます。で拠点のイメージ、さらにですねこの美味しい、メンバーにはですね農家おりますので、このメンバーのですね作った生産した、南三陸らしいこの産直のお店ですか、そういったものもありますし、脳体験というのもあります。で想定されるファミリー層向けにですね南三陸らしい、脳体験、漁業体験というものの他に、買い物とスイーツの販売というのもこのメンバーは、可能ですね。でそれからですね、宇多津地区のその自分たちが、提案しているこの施設の他にもですね、周遊できる、程よい距離がありますので、このホッケスメンバー阿部がですね、海藻を新たにというコンセプトで、これまでにない三陸の海藻の食の提案をできる。で海藻にまつわるワークショップをですね、開催して、この海藻の魅力、南三陸のですね、海藻は最高ですので、こういった魅力を伝える場所というものを、このまもなくですね、オープンですかね、はい、こういった、施設と連携し、周遊させることで活用できていくと思っております。でおまけの情報になります。で化石をですね活用した他地域の事例紹介になります。陸前高田の方でですね昨年末、11月5日オープンした、陸前高田市立博物館あるんですけれども、1ヶ月で1万人訪れております。でこの化石や岩石でですねこの日本列島の成り立ちを紹介するという施設です。
で、それからですね、松島、昨年10月、松島ですね、オープンした松島離宮あるんですけれども、ここでですね、ウタツサウルスのですね、化石と骨格標本が展示されています。それはですね、ウタツサウルスがですね、宮城県の石に、県の石に選定されておりまして、もう宮城を代表する化石扱いになっています。で、ウタツサウルスはですね、この南三陸のほか、気仙沼、石巻、登米からも発見されていまして、この本場の南三陸も、うかうかしていられない状況に、追い込まれてるんじゃないかと今危機感を覚えました。それから、化石を活用した、立ち木の紹介でですね、福井県が素晴らしいなと感じております。来場者がですね、このコロナ禍の前ですね、2018年度93万人記録しているそうです。で、館内のレストランの売り上げが1億2000万ですね、2015年になります。これはまた2015年の館内でのグッズや土産品の売り上げが4億5000万。この土産品の中にはですね、福井県産の土産物も含まれているので、地域ですね、もう県全体へ貢献している、そういった施設になっております。で、2021年度ですね、コロナ感染対策で、休館が続いたためにですね、42万人にとど、まったものの、前年比としては、17% 増えてます。その、要因としまして、企画のですね、海流展というイベントを開催しまして、そこにですね、南三陸のウタツサウルスの化石標本、それから、収蔵庫に、今もですね、収蔵庫に眠っている、化石がですね、貸し出しされまして、非常に、このイベントが好評で、ウタツサウルスと南三陸の化石がですね、来場者増減にですね、貢献しました。福井県がですね、恐竜王国になったきっかけなんですけれども、ワニの化石が初めは発見されたんですね。恐竜がいきなり見つかったわけではなくて、このワニがきっかけになってます。で、そのワニきっかけにですね、県が介入し、で、自治体がですね、協力して、現在の博物館になっています。で、最後にですね、南三陸の地質図、非常にこれ面白いので見ていただきたいです。東側、宇多津泊浜のですね、一番出っ張ってるところです。この半島がですね、茶色い色になってるんですけれども、この次、西側に行きますと水色で、志津川付近まで行くとこの緑色になるんですけれども、これはですね、年代ごとに色分けしてあるこの地質図なんですけれども、南三陸町の場合はですね、この東の宇多津の泊浜から中心の志津川まで車で大体20分ぐらいなんですけれども、地層はですね、約1億年分なので、車で20分で1億年の旅ができるというのが、この南三陸町の非常に面白い地層をした特徴になってます。この南三陸はですね、町内どこからでも化石が見つかるというのが、特徴でして、入谷地区、植物と貝類など見つかってます。で、その他入谷はですね、金もたくさん出ましたね。三金で有名になっております。で、それからですね、宇多津地区、宇佐都前周辺はですね、魚流化石がですね、非常に出ます。で、戸村地区もですね、あまりこう戸村で化石っていうイメージないかと思うんですけれども、戸村の方でもですね、アンモナイト、あとはアモの化石の写真なんですけれども、こういった骨もたくさん見つかってます。で、それから、志津川中心部、もう宇治江スーパーの近くですね、宇治江スーパーの買い物のついでに、このアンモナイト、私は拾いました。
それぐらいですね、道端にですね、世界最古、日本最古というのがもうゴロゴロ転がってます。こんな町、本当にどこを探してもないと思います。でこのそれだけ、南三陸町はですね、海の資源、山の資源、そして人の魅力いっぱいの地域です。地域の皆さんとですね、南三陸町全体と2つ地域が観光と教育で盛り上がる環境を作ってですね、子どもたちがこの南三陸を自慢できる町にしていきたいと思ってます。はい、以上になります。長谷さん、大森さん、ありがとう。